生誕祭です
ってるかと言いますと、はいはい、まあ、ありがたいことに、あの日頃からあゆちゃんがわちゃちゃのライブめっちゃ来てくれてて、あのうちのファンのことをわちゃぽって呼んでるんですけど、ゴリゴリのわちゃぽなんです。ありがとうね。ありがとう。あの通販の断食っていうのあるんですけど、先月遠藤のぞみの断食一番積んでくれたのあゆちゃんです。ちょっと気になる。ちなみにあゆちゃんはのぞみさんの断食を最高何枚買ったことあるの？言って大丈夫？言っていい？ダメ？分かんない。やめた方が。本気で恥ずかしがってるから。待って、そんな枚数買ってんの？そんな枚数。まだ若いであの子。19歳。いやいや、でもほんまにこうやってね、ツーマンさせていただくのありがたいですけれども、今日はなんといっても、なんといってもあゆちゃんのお誕生日、まあもちろんね、うん、お茶バサのファンだったり、あゆちゃんのファンの方からしてもそうやし、そう、ね、うちのファンのわちゃぽからしても同じわちゃぽのお誕生日会です。あ、これは非常に非常にめでたい。Yeah.
が歌を歌いたいと思います。もちろんあゆちゃんもらってくれますよね。結構してくれる。それでは皆さん、あゆちゃんの方を向いて一緒にケチャお願いします。あゆちゃんじゃあ5分間だけ見せていいよ。こっち見てこっちだけを見て、私のことだけ見ていて、ちょっと
指がさ、ハー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 鳴っててん、うん、あれは嬉しくてハーハー鳴ってたのか、俺に興奮してたのか。いやいや、俺の後ろ歩いて興奮してた。どっちも OK。 やめなさい、あんたも遠慮せんで。伊藤さん、未成年やから。19歳、未成年やから。すごいハーハー言うてた。さあ、というわけで、あゆちゃんのプレゼントのリストはこちらになっております。推しであるのぞみからのガチのプレゼント、ね、チェキ券10枚でヤグラと一発ギャグ対決の、ね、アイドル界のギャガー2人でしょ、この2人で。確かにアイドル界のギャガーこの2人で、はい、さあ、というわけで、あゆちゃんね、このプレゼントがランダムでこの3つに1つだけ選んでいただいて、ちなみにどれ欲しいですか。のぞみさん、ヤグラとギャグ対決。大阪のギャガー呼ばれてるんで。
声量がプロレスラーすぎてそっちにびっくりしてもらったわ。いや素晴らしい。さっきちょっと一発ギャグ頑張ったんでね、あのこのプレゼントはちょっと外れちゃいましたけど、ギャグ頑張ったんで、のぞみからのガチプレゼント差し上げたいと思います。衣装だから本番前、本番前姿勢上げてるけど大丈夫ということで、あゆちゃんお誕生日おめでとう。
日本を分けたラスト1曲なんですけれども、この曲入れるってすごい押し殺しやと思うんだが、皆さんしっとりした曲の後ですけれども、光栄だ。